はい、どうも、ドラキシです。阪神タイガース、見事勝利いたしました。イェイ。これで交流戦初の連勝、そして交流戦初のカード勝ち越しを決めました。まあ、試合の方はね、序盤1回2回と、西武先発高橋光成投手がね、非常に良くて、うわ、これやべえぞと思ってたんですけども、3回ね、先頭目の選手がヒット、そして続くね、木浪選手もヒットで繋いで、まあ、ビーズリー投手はね、送りバント失敗、しちゃったんですけども、ワンアウトランナー一塁二塁からね、中野選手がタイムリーツーベースで先制、そしてね、右京くんはね、倒れるものの、凡退するものの、森下くんがね、貴重な2点タイムリー。この2点大きかったね。1点で終わらんかったってところがね、非常にね、チームにとっても、勇気のあるっていうかね、そういう、一本になったんじゃないでしょうか。はい。そしてね、5回ワンアウトから、中野くんがヒット。そして、右京くんも続いて連打でね、ワンアウトランナー1塁3塁のチャンスから森下くんがタイムリーってことでね。はい。森下くん今日3打点ですよ。はい。素晴らしい活躍です。はい。で、まあ、その後はね、チャンスもあったりしたんですけども、点が入らず、9回ね、ビーズリー投手が来日初完封をかけてマウンドに上がったんですけども、元山選手セカンドゴロの間に1点を返されると、あの悔しそうな表情ね、ビーズリー投手の、忘れへんよ、俺は。ビーズリー投手ならね、今シーズン中に、おそらくですけど、完封してくれると思いますし、こうね、なんかランディ・メッセンジャー投手を思い出すようなね、この成長曲線といいますか、ほんとね、もうビーズリー投手をね、流出させてはいけませんよ、タイガースの、フロント。皆さん、ほんと、絶対流出させたらあかんすよ、マジで。いや、ほんとタイガースのね、エースというか、もうほんと日本人枠になるぐらいまでね、タイガースにいてもらいたい選手っすよね。はい。まあね、最後は失点しちゃったんですけども、長谷川選手レフトフライで試合終了ということでね、ビーズリー投手9回119球、4安打3四球1失点でね、来日初完投勝利です。おめでとうございます、それ、ビーズリー投手。ほんとね、うん。今日はね、たまにね、こう、ストレートのフォアボールとか与えてしまったりとかして、もう、大丈夫みたいなとこあったんですけどもね、非常にね、全体で見れば、やっぱコントロールよく、打たせて取ると言いますかね、三振取りたいところでは三振取ってですね、ほんとね、素晴らしいピッチングを見せてくれたとね、思います。てか、まあ、いつもやな、うん、やっぱ安定してるね、土日ね、ビーズリー投手もそうやし、才木投手もそうやし、やっぱ安定してますよね、はい。そしてね、打線の方は11安打4得点ということで、1番から3番、まあ、1番中野選手、2番、右京くん、3番、森下くん、6番、鍋亮、このね、4人が、マルチ安打、そりゃ繋がるし勝てるわ。あ、うん。まあ、よく言えばね、11安打打ってるってとこで、まあ、5点目、6点目ね、取りたかったとこではあるんですけども、まあ、まあね、今は、勝ちがね、一番やと思いますんで、はい、とにかく勝ててね、よかったです。はい。そしてね、二軍戦ではね、今日高橋遥人投手が先発し、5回61球、1安打無失点ということでね、下の方ではね、遥人が控えてますんでね、タイガース現状ね、先発ピッチャー、数足りてるというか、いいピッチャー、うん、基本、全員いいピッチャーなんでね、今ローテで回ってるピッチャーね。っていうところでは、なかなかこう、うん、上がってこれないかもしれないですけども、ハルトね、今シーズン中にはね、多分1軍マウンド立つんちゃうかな、おそらく。西投手も今2回連続で打たれちゃってるってところもありますし、来週打たれてしまった時にはね、ちょっとハルトの期間がありえんじゃね、わからんけどまあね、来週も西投手はね、来週こそは西投手を抑えてくれると信じてますんで、僕ね。はい。まあまあまあ、焦らず、ハルトね、後半戦、最後のピースと言いますか、連覇に向けてね、いいピースが帰ってくるんじゃない？はい。そして、高卒ルーキー、桃崎くんが、二軍戦ではありますけども、初ホームラン。未来が明るいね、タイガース。未来が明るいね。はい。まあ、今日はね、サトテル、ノンヒットやったんですけどもね、まあ、サトテルらしい当たりも出てましたし、まあ、浜風なかったら入ってるようなね、打球もあったので、まあ、明日以降もね、期待したいなと思います。はい。トラキチ、明日は現地なのでね、はい。サンタテをね、見に行きたいなと思います。はい。というところで、明日も勝って、サンタテしましょう。はい。ということでね、気持ちよくね、以上で終わりだと思います。皆さんぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。あ
明日もガッツバイトラホー。